小林麻耶です。まだ話したいことがあるので話します。妹は亡くなる直前に私にこう言ってました。万が一海老蔵がお姉ちゃんにひどいことをしてきたら全部今までのこと言っていいからねって。お姉ちゃんはいつも人を優先しちゃうから自分が我慢すればいいと思っちゃうと思うけど自分を優先するんだよって。玲香の還元は私が守るから、そして必ずみんなが分かってくれて守ってくれるから言っていいよって、全部言っていいよって言っていました。なので言います。妹が標準治療にある空白の時間があります。そこの治療を進めていたのは海老蔵です。海老蔵がその人をすごいと、この人はいいと言ったその人を選び施術をしてきました。私たち家族は何度も何度も何度も病院に行こうと説得しましたが、もうちょっと待って、もうちょっと待ってと説得できませんでした。妹は亡くなる直前にこう言ってました。お姉ちゃん実はね、あの治療やめたいやめたいって何度も言ってたんだ、海老蔵に何度も言ったんだって、でもやめさせてくれなかったんだって。どうしてあの時、どうしてあの時離婚すればよかったなって、違う道選べばよかったなって言ってました。ああ、真央ちゃん辞めたいって何度も言ってたんだってその時に初めて知りました。そして辞めさせてもらえないのも初めて聞きました。私は絶対に許さないと思いました。なぜならその詐欺師、あなた2016年2月中東で初めて歌舞伎の公演やってますよね。その人ですもん。それを実現させたその人こそが妹の命を奪った人だから。だからですよね、辞めたいって言ってその中東の公演が中止になったら困るから、その人を途中で切るわけにいかなかったんですよね。あなたの夢のために妹の命を犠牲にしたんですよね。楽しかったですか、中東詐欺師と言って詐欺師が公演全部やって楽しかったですか。あの時もう余命宣告されてましたよね。ゴールデンウィークまで持たないって言われてましたよね。楽しかったですか、中東初めて。よかったですね、妻の命を犠牲にして。還元くんの初お目見えもそうですよ。2015年11月2歳でやらせなきゃいけなかったんですか。私には分かりませんよ。でもそれ聞いた時にびっくりしましたよ。妹がこんな状態なのに初お目見えを11月にするのって、もう本当にびっくりしました。もう元気になってからでいいじゃないですか。どうして連日歌舞伎座に行かなくてはいけなくて、しかもその時にはもう妹は治療をやめたいやめたいって言って、あなたはやめさせなくて病院にも連れてってくれてなかった時ですよね。よくそんなことができますね。やめたいと言った治療もやめさせず病院にも連れて行かず、よくよくもまあ妹の命何だと思ってんですか。関係くんのこと何だと思ってんですか。後に知りますよ、母親があの時ガンだったって、病院に行かせてもらえなかったって。どうするんですか。楽しかったですか、満足。妹は泣き言一つ言わず務め上げましたよ。でもそのせいで体動けなくなったじゃないですか。それでようやく病院連れてってくれたんじゃないですか。どう思ってるんですか、妹の命を愛してるとか言ってるあんた、本当ですか？もう魔王とか呼ばないでほしいんですよ。何のんきに生きてんですか？何がいいパパですか？子育てしてませんよ。子育て私の母がしてるんで、めいっ子ちゃんとおいっ子ちゃんの写真、会えなくなるまで私が撮ってたんで。いいパパですね、海老蔵さん素敵ですね。めっちゃ声かけられますよ。全然違うのにっていつも思います。でも言えませんよそんなこと。私は聞きましたよ、あなたが麗華ちゃんと還元くんに対して、これからは3人で生きていこうねって。妹はまだ生きていました。病気と戦っていました、生きるために。私は思いましたよ、あ、そっちねって。やっぱりね、本当に卑劣な男だなって思いましたよ。幼い我が子を残し妻は亡くなる、そしてその寂しさと戦いながら子供の共に生きていく、それ描いてたんですよね。描いてましたよね、そのストーリー。知ってますよ、描いてんの。わかりますよ、あんだけそばにいたら。わかりますよ、生きてほしいなんて思ってるなんてこれっぽっちも思いませんよ。